はい、今日は12月31日、大晦日カウントダウンライブ、ゆくまろくるまろです。イエーイ。今会場入りしました。暑い、これユニクロのダウンめちゃくちゃ暖かいんで、おすすめ。はい、あ、やった、見たい、グッズが来た。イエーイ。あ、かわいい。え、でもさ、これ思ってるより白い。あ、マロングリーム、うん、でもかわいい。かわいい。ラバ版もすごい。ラバ版かわいい。かわいい。嬉しい。ラバ版。あ、かわいいです。マロ、カンナギ。で、ちょっとね、あの、へこんでるハートなの。めっちゃかわいいでしょ。ちゃん。でででカンナギマロは、悪いぞー。これさ、あの、生きてるわけじゃないからね。大森聖子はいいぞの逆バージョンで悪いぞにしたんで、本当はいい子です。じゃーんって、キャブブ書いてくれました。めっちゃ可愛い。楽しみ、ライブ。ふぅ、ちょっとでも本番前に痩せたいので体健やかちゃんと見ます。見て、これ思い出のチョーカーなの。何でしょう。これはゾック入る前に聖子ちゃんにタンプルでもらった、プラスその日に付き合いたい人がいて恋バナで相談して会ったのね。でもたまたまその後喫茶店でエラさんに会って、エラさんって好きな人誰ですかって言ったら、今の旦那さんですって言ってて、のあの運命を結んだチョーカー、もう何年も前のつけてきました。もうすぐリハーサルがあるので、今日ちょっとなんかさ、顔の調子良くない？リハーサル頑張ります。楽屋かわいい。問題ないです、大丈夫です。あ、すいません、キープ。やばい。うんうん、うんうん。2023を噛み締めてます。いろいろあったな。いろいろあったんですか。いろいろあった2023でした。でも誕生日ライブできてよかったですね。そうです。今日あの来年の誕生日ライブも発表できるみたいで、やったー、やるぞ。次は何やろうかな。いいじゃん、絶対そっちの方がいいよ。2023発売なり。うんうん、うん。着替えました。かわいい、めっちゃかわいい。でもちょっとロックにしたかったから、赤チェックにしてみました。頑張ります。じゃあもう間もなく始めます。やばいやばいやばい、頑張ります。どうしよう、マジ緊張してきた。でも落ち着け。はい、じゃあ間もなくです。はい、
マイク持たなきゃって思っちゃう、いつもの癖で。マイクが待ってるの。もしもし、ではスタートです。終わるからいっぱい目標だから言ってくね。まず1個目さっき言ったけど、酔っ払って1人で電話かけない。2個目、酒うつにならない。3個目、あ、大森聖子の歌を全部歌えるようにする。4個目、人の痛みで痛む。人の痛みを自分の痛みのように思える人間になる。だよ。ね、ジャンプするって決めてるから、みんなもジャンプする場所を確保しときな。地球上にいたくないよ。私は10秒だよ、お水見たら。みんな準備だよ。
ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございます。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。それって充電しながらできるんだ。登録者100万人目指します。目標おめでとうとコラボ。はい、大晦日年越しライブゆくまろくるまろ終わりました。イエイ。そうですね、まあすごい緊張したんですけど、いい年越しになったと思います。で、3月12日の次の生誕の発表もできて、まだ今日も課題も見つかったので、2024年はもっともっと歌を頑張りたいと思います。あ、じゃあ今日の衣装、今日の衣装はじゃーん、このポーチで可愛いワンピースを見つけて買いました。なんかちょっと赤チェックが可愛いなって思ったので今日来ました。で、ちょっとお母さんが子供っぽくなりすぎるっていうあのご注意のラインが来たので、ハーネスをつけて大人っぽくして赤いリボンをつけました。ということで、2024年もよろしくお願いします。バイバーイ。